タイムリッシュでございます。ちょっとわかんない。大量の段ボールやります。大量の段ボールを使って今回していきたいことはですね、開けた瞬間にガチャって開けたら全部段ボールの壁になってたらどない反応するんやろう。ドッキリー。段ボールが好きなんですよ。壁一面に開けた時に段ボールガチャーン開けた時にカッて開けたら段ボール一面やったら面白いなと思ってということでやっていきましょう。いかがあ、待って、やべえ、これ今思いついた俺、こっちのドアだ。あとは、開けた瞬間のことを見計らって、こっそりすればいいんだよ。あーもう、うまちゅー、ちょっと言うこと聞いちゃった。次は、なんかさ、巨大ドミノみたいな面白くない？結構好きなんですよね、段ボール。やべえ、絶対喜ぶやん。わーお、お、やべえ、おお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 お、お前、段ボールじゃないのも見ていてだよね。うん、気持ちがいい。あっ、俺これ気づいたわ。俺出れねえ、バカが過ぎるぞ。出れない、どうしよう。で、ミスった、カメラ設置できんやん。後のことを考えろ、後のことを先考えろ、今やっても意味ないやん。どうしようやん、こうしよう、こういうしだ。え誰撮ったん。待って、落ち着いて。こんな遊びしかできない。え、こんな遊びしかできない。あ、ぶっ刺そう、どっかに。気が狂ってるな。そうだ、分かった。俺、自分が三脚になる。こういう戦いだと思う。計画的に行こう。帰ってきた。呼んじゃうとビビらないから、呼ばないで来るのを待ちます。ちょっと動けへんねんけど、開けてください。誰かおる。開けた途端に全部段ボールやったら面白いな。了解だー。片付け頑張って。了解したに段ボール持って。おや、しんどい。